とあっちゃんです。寮を送り出してヒカルンと朝ごはんです。眠たいわ。では作っていきましょう。朝食にね、ピザソース。お腹すぐ食べ変わらへんかね。よいしょ。さっきの細かいの使ってなかった。はい、焼いていきましょう。あ、トマトジュースあらへん。取ってきやな。取ってきたるわ。そういえば昨日ね、なくなったから持ってやがったんや。手を挙げて食べましょうか。あ、先生忘れた。昨日ね、大根の搾り汁があって、大根の搾り汁に蜂蜜、YouTuber などが命なんでね、柑橘、
入れようかな、このミルク入れてみよう。ミルクとね、柑橘入れたらよろしくはないんやけどね。変な味。食べましょう。はい、できました。食べましょう。いただきます。酸っぱさがいいわ。では、うん、おいしい。蜂蜜大根ミルク、喉に良さそう。あんま美味しくないけど、パンも間違いない、美味しい。眠たい。ちょっと早起きで眠たいわ。子供送り出しから二度寝しようかな。でもゴミの日やな。ゆっくりして部屋片付けよう。ちょっとちょっとね、片付かへん。みんな、みんなおそっと捨てようかな、古いやつね、と思うんだけどね。捨てたら変わんないでしょ。まあお金あれ。コーヒー飲む？コーヒー飲む？コーヒーいる？ちょっと早い。まあちょっとゆっくりしてる。最近ね、今までこうテレビを見ながら朝ごはん食べたけど、テレビの番組がおもろなさすぎてさ、つけとってもねえなのか、もう消しとんの。ああ、マジで眠たい。何しよっかな。
ね。42トリュフブイヨンミニガンあるかな。お弁当始まったら必要やからね。早くなかったら違う出し考えなあかんねんけど、白出しでもいいけどな。白出しかいいからかな。まあまあもうちょっといけるけどね。うん、本当に良さそう。ユーチューバーは喉が命やから。コーヒーまた後でゆっくり飲みながら朝のごそごそしよう。まあちょっとね、喉が熱くなる。いろいろね。まだあかんのよ。あれ、あれぐらいちゃうわ。足りないや。一日楽しく行きましょう。はい、ということで、今日のあちゃんの朝ごはん、今日ベーコンピザトースト、大根の絞り汁の、大根蜂蜜ミルク、美味しかったよ。おいしく、あんま美味しくはないけど、まあまあ喉に良さそうなもん。で、ストマトとかね、いろいろちょっとお腹がタポタポなりそうやけどね。まあ今日も一日楽しく行きましょう。まあ寝たいからね、目が覚めへんね。ごめんね。まあこんなあっちゃんで、今日は一日、じゃあはこの後ゴミ出しして、一日ね、まあ目覚ましますね。次の動画は目覚めてるとは思うんだけどね。次の動画でお会いしましょう。また。またね、バイバイ。眠たいわー。